皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、えー、アメリカ大統領選挙、CIA と FBI が絡むお話、ということで参ります。よろしくお願いします。と、その前になんですけれども、ちょっと私事で大変恐縮なんですが、えー、今現在撮影日12月1日火曜日でございます。で、明日お出ししますので、おそらく皆様とお会いするのは明日12月2日になろうかなと。 いうふうに思いますが、翌3日なんですが、私ですね、ちょっと報じがありまして、えー、実家の愛知県に、トンボ帰りなんですが、1日ちょっと帰らなければなりませんので、大統領選がですね、もう日に日にですね、あの、緊急の情報が上がってくるような状況なんですが、明日3日に関しては、以前取ったちょっと韓国の反日法案が議会を、に提出されましたので、ちょっとその条文なんかも含めてご紹介させていただいている 動画を明日はちょっと流させていただきたいなと思います。その間も情報自体は追ってますので、また戻ってきてからですね、4日以降になりますが、あ通常運転させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい。ということで、まずお届けするのは CIA 絡みの方の情報でございます。11月30日、アメリカ・アリゾナ州で公聴会が開かれました。でその公聴会の中で、国防総省の えー、サイバー,あーセキュリティですね。の、元専門、専門家で、えー、元働いていた方ですね。で、フィル・ウォルドロンさんという方が証言をいたしました。で、内容がすごくてですね、ドミニオン社の集計機器が、なんと選挙当日にインターネットに接続されていて、ドイツの フランクフルートにあるサーバーへデータを送信していたということでございます。で、それのみならず、このフランクフルートにあるサーバーを提供している会社がサイトル社っていう会社なんですけども、スペインのバルセロナにあります。で、そのサイトル社ともインターネットの接続がされていたということでございます。 で、このウォルドロンさんという方が、まあそのハッカー、チームを組んでるみたいなんですけども、ハッカーの人たちとその作業をしていて、実際にその通信情報とか、パケットなんてデータそのものですね、も持っていると言っております。 で、公聴会の方から、委員会の方からですね、宣誓をした上で、えー、それは事実だということをあなたは言えるんですかっていうことを言われましたが、イエスと、はっきりとはいと答えております。はい。えー、で、これがなんで CIA と関係するのっていうことなんですけれども、ドイツのフランクルトにある総領事館、 アメリカの総領事館というのは CIA のハッカーたちの活動拠点だというふうに言われております。これは事実かどうかわかりません。わかりませんけれども、まあ、あの、そういうふうに内部文章が一応出てきてはいます。はい。えー、ということで、 えー、この、ここで CIA が出てくるってどういうことかというと、今回の不正選挙を捜査をするために CIA が絡んでいるではなくて、不正をしている側として CIA の一部の人が絡んでいる可能性があるから、ドイツのフランクフルトにデータが行っていたんじゃないかという疑惑が出てくるという意味で CIA が絡んでいると。 いうことになろうかなと思います。まだ事実はわかりません。ただ、これまでの動きを見て追っていくと、なんとなく、それはありのかなという気がしてく、えー、る次第でございます。はい。で、もう一点があ、このウォルドロンさんの件なんですけれども、このアリゾナ州のピマ郡というところで、えー、内部告発者が出たみたいです。で内部告発者の方が、 衆議会だと思うんですけれども、衆議会の選挙団の方だと思うんですけれども、おまあ、3万5000票という票が不正に民主党につけられたということを内部告発したということでございまして、その実際の E メールですね、これはアメリカの司法省の方にすでに提出されたということで、こちらもお、法上会でということで述べておりました。はい でえ、次は FBI にまつわるお話でございます。はい、ニュースはこちらになります。大紀元さんでございますね。はい、えー。FBI が研究者から不正、選挙不正の証拠データを要請ということでございますけれども、これですね、トランプさんの2016年の選挙のですね、ディレクターを務めていたマット・ブレイナード氏という方ですね。マット・ブレイナードさんという方。 え、なんですけども、現在ですね、選挙の公正さを研究する、ボーターインテグリティプロジェクト、通称 VIP、こちらのホームページになりますね。はい、こちらので、チームを率いて活動しております。で、この活動を支えているのが、トーマス・モア・ソサイアティという、え、法律事務所になりますね。なんか、公益の法律事務所らしいですね。はい。 その法律事務所の中にあるチーム、プロジェクトチームで、アミスタッドプロジェクトというチームがあります。はい、そこが、あまあ、えー、依頼をして、えー、この活動がされているということでございますけれども。 このマット・ブレイナードさんに、実際 FBI から接触があってですね、今回の選挙の不正疑惑に対する証拠を持っているんであれば、それを提出してほしいと。それが12月1日までですね、提出してほしいということで、まあ依頼が来たということでございます。で、全面的に協力するということを言っておりまして、なんでもう12月1日、もうすでに証拠は提出された後になるのかなという。 えことでございます。はい。で、えー、まあトランプさんの選挙の戦略ディレクターやってた方なので、まあバリバリトランプさんよりだとは思うんですけれども、実際ここに仕事をやってる、そのトーマス・モア・ソサイアティというところのアミスタットプロジェクト。このアミスタットプロジェクトってチーム自体がミシガンで訴訟とかやってますけれども、ここの え、チーフ、トップは誰かと言いますと、フィリップ・クラインという方ですね。で、この方は、元カンザス州の検事総長です。検事総長をやっていた方、もう法律のプロ中のプロが、まあ、実際に不正疑惑があるんじゃないかということで、えー、まあ、この VIP プロジェクトっていうのを支えていると。 ということになりますただ、こちらの方は FBI が実際に不正を操作するためなんで、操作する側ですね。不正を暴く側に FBI が来たということになりますけれども、ドミニオン関係ないですね。こちらは。こちらはですね、不在者投票であったりとか、あとですね、あの各州で有権者登録しなきゃ投票できないじゃないですか。 それをいろんな州で有権者登録をして複数の州で投票した人をもうリストアップしてるっていうことです。はい。なので、えー、あとですね、不在者投票の申請を出して投票用紙もらうんですけれども、申請出していないのに、実際のその選挙管理委員会の方では、申請を出したっていうことで登録されてしまってる人も、 複数いるということで、そういう人たちももう確認して理想になっているということですね。なので、この人はですね、憶測じゃないですよと、もうすでにデータがありますということで言っておりまして、そのデータを FBI に12月1日に提出をしたということで、それをもとにおそらく捜査がされるんじゃなかろうかなというふうに思います。 はい。でですね、えー、ちょっとですね、もうこのアメリカ大統領選がですね、まるで映画のような状況になってきました。えー、FBI だの CIA だの出てきますし、えー、えー、中国とかですね、イランとかですね、えー、まあ、あまあ、いろんな国が出てきてしまうわけでございます。で、あのー、私のまあ、普段の日常からもかけ離れたその世界なので、 時々ですね普通に買い物とかしたりするとあ本当なのかなってパーンと思ってしまう時があるんですけれども一応、まあ、最近蒸し返された情報でもうこれ、最後になります、えー、こんなニュースもございましたはいこれですね、えー、今年の2月なんですけれどもスイスのおー暗号機がアメリカの CIA、えー、にですね、えーまあ、あ乗っ取られていたといいますか あそういう事件なんですね。で、これ何かと言いますと、CIA がペーパーカンパニーをいっぱい作って、CIA のお金をそのペーパーカンパニーで迂回させて、で、えー、このスイスにある暗号機会社の株を買ってたってことですね。株主になっていた。で、この暗号会社の機械を他国に売るときに、その機械を改造して、 えー、いつでも情報、その暗号が解読できるように、情報が抜けるようにして、いろんな国に販売していたという事件でございます。はい。で、これが別の会社も最近絡んでることが発覚したぞということで、12月に入ってからまたニュースになりまして、スイスで大問題になっている。衛星中立国であるのに何やってんだっていうことで、スイスの中でかなり、えー、まあ怒りが渦巻いているという状況になっているわけでございますが、これ実際にあったことですね。 実際にあったこと。ちなみに2016年、えー、ドイツの情報あ、情報機関も加わってたんですけど、ドイツは2016年かなんかに撤退して、CIM はですね、2018年には株を売却してしまっていると思います。はい。なんで、現在は手を引いている状態なんじゃなかろうかというふうには思いますけれども。はい。ただですね、実際にあったんですよ。いろんな国を巻き込んで、 当然ですね、その買った国っていうのはセキュリティチェックとかもするわけじゃないですか。で、その上で CIA の施した改造はバレないわけですよ。で、世界各国が暗号として使うんだけれども、それは暗号にならずに CIA にどんどん情報が続けになっているということが何年も何年も繰り返されていて、全然バレなかったという事例が すでにあるということなので、現在の状況、日常生活からかけ離れてはいますが、全くもってありえない状況ではないよということでございます。では本日の内容は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。